はい、皆さんこんにちは。佐々木敦史でございます。5時を回りました。11月は6日のですね、月曜日でございます。今日はこの後ですね、ちょっとお出かけをしまして、会食でございますね。はい。結局758円高で終わって、今ドル円は 149.57 で、この辺でうりゃうりゃ止まってますね。他、原油はちょっと値上がりしてきますね、81.54。結局、香港は302円高で引けましたね。2円ちゃいますな、そこは。ドルですか？よう分かりませんけど、ただポイントかな。ですね、ウォンは1296と、1300を切ったレベルで、ですね、今日は強いですね、なんでやろう。やっぱアメリカの金利がですね、先高感が少し残っていたのが、きれいにそれがなくなりつつあるというところが強いんかなという気はしますね。だから、アジア各通が強いという感じです。さて、本題は若干関係ありますね。中国でございまして、ブルームバーグに11月3日、ちょっと前に出た記事でございます。アップル、四半期、4四半期連続の減収、ホリデー商戦含む今期も停滞かと。要は、Mac がですね、Mac およびApple ですね、iPhone がですね、中国で売れてへんでという話ですね。Apple は7、9月に4四半期連続減収、2001年以来の長期低迷、iPhone の売上高は市場予想を若干上回る。若干上回る。まあでも市場予想ですからね。米アップルはすでに中国で減速に直面する中、ホリデー商戦を含む10、12月の売上高は前年同期と同程度になるとの見通しを示した。これはアップル全体の話みたいですね。投資家が期待していた伸びの回復は見込まれていないことを示唆した。ただ、中国のマーケットって世界一なんです。当たり前ですけど、人数、分母が14億ですからね、13億、14億ですから、iPhone の一番売れる国はやっぱり中国でしょうね。アメリカは3億5千しかいませんからね、日本は1億2千。それを思えば一大市場ですね。まあ、インドというのもありますけどね。ルカ・マエストリ最高財務責任者 CFO は2日、アップルの四半期決算発表後の電話会議で10、12月にスマートフォン、iPhone の売上高は増加するが、全体の売上高は前年同期並みになるとの予想を示した。この低調な見通しを受け、株価は時間外取引で一時 4.6% 下落した。株価がね、4%も下落するっていう、しかも 4.6 でしょ、すごいことですよ。暴落に近いと言ってもいいんじゃないですか。ウォール街はアップルにとって常に売り上げが年間最大となる10、12月期の増収率を約 5% と予測していた。同社はタブレット、iPad およびスマートウォッチを含むウェアラブルカテゴリーという、要は持って歩くものですね、携帯系ですね、の売上高が同四半期に大幅に減少する見通しをしました。一方、パソコン Mac は加速は見込まれる。Mac 売れてんの。アップルが2日発表した7、9月期決算では売上高が減少、これで、長期低迷となったと。2001年以来のパソコン市場の低迷や中国での需要鈍化が響いた。やっぱりね、PC もやっぱし、iPhone もですね、この MacWatch もですね、人間一人につき1台っていうもんでしょう。そう、人間の分母が多い国はやっぱし一番の市場なんです。その一番の中国で今、景気減速が鮮明なんですね。だからですね、それが回り回って Apple の業績に反映してしまうということですね。今回の決算はアップルにとっての中国市場が懸念されていた以上に減速していることを示唆する。中国政府は一部の職場で米国のテクノロジーの使用を禁止しているほか、ファーウェイの新型スマホが新たな競合製品となっている。中華圏の売上高は151億ドルと前年同期から小幅に減少したほか、一部のアナリスト予想の170億ドルを大きく下回った。 T
ティム・クック最高責任者 CEO は Mac や iPad の売上減少、為替変動を理由に挙げたと。ちょっと飛ばしまして、まあ、あと人工知能の話が出てきたりしますね。でも基本はですね、中国本土でのですね、売上がですね、ちょっと売上のこうカーブがですね、よろしくないということが響いてるということですね。はい、これ貼っときますね。基本的にね、今アメリカはですね、中国製の情報機材を締め出してるわけですね。ファーウェイをはじめ、で中国製品使うなというふうに言ってるわけですね。で中国製のソフトウェアですね、 TikTok も入れんなって言ってるわけですね。でやっぱりあの中国もですね、対抗でこれからですね、どんどんですね、アメリカ製のこんな最終製品ですね、 PC やスマホやですね、 Mac Watch みたいなものをですね、締め出していくはずです。はずです。なんと言いましょうかね、だから Mac もですね、 Mac も iPhone も今後中国市場でですね、大きく伸びるということは期待しない方がいいんじゃろうかと私は思いますけどね。ただものすごいファンがいるでしょ、 iPhone とか Mac とかも。それでないとあかんという人がいるわけですね。まあそういう人は中国にも一定数残るとは思いますんで、サムソンみたいにですね、もうゼロに近づくというようなことはないとは思うんですけども、大きな市場をですね、これからこう徐々に失っていく運命にあるだろうと思います。やっぱり次はインドを開拓すべきですね。インドやですね、インドネシアといったですね、まあ、人口の多いところを攻めていくべきなんでしょうね。あとはブラジルとかね、もう行ってるのかもわかりませんけども、だから生産もね、今 iPhone なんてほとんど中国で作ってますけど、これのですね、縮小が始まったらですね、いよいよですね、中国大陸からですね、アメリカ製の情報機材がですね、こう消えていく、こう一つの象徴になるんちゃうかなという気がします。なんせ Mac ですね、アメリカ製情報機材の、まあ、トップブランドですからね。私も昔 Mac 使ってましたよ。どうでしょう、17、18年ぐらい前までは。というのはですね、広告事務所をやってまして、広告はもう Mac なんですね。で他の人が、うちの社員たちが Mac 使ってるのに、僕だけ Windows っていうのもですね、互換性が悪いわけです。だから私もですね、 iMac を使ってましたよ。使い勝手は悪くはなかったですけどね。ただWindows にした方はですね、市販されてるいろんなソフトウェアがですね、使いやすいというのがありますんで、広告屋をやめてからはですね、ずっと Windows ですね。Mac も置いてありましたけど、一夜置いてあったら潰れてしまいました。まあね、もうどうしようもございません。はい。まあそれはいいとしましてですね、もうアメリカを今や象徴する、こう、なんて言いますかね、企業ですね、Apple 社というのは。アップル社もどうやらですね、中国の景気後退の影響を受けてですね、これからはですね、政治的なですね、米中対立の影響も色濃く受けていくだろうということでですね、まあ、成長神話に陰りが出ているというのはこの記事ではないかなと思います。私は iPhone のことがよく分からないんですけど、あれに皆さん十何万円も払うんでしょう。信じられへんわ。いやでもそれでもある程度売れてるみたいですからね。それを何をこう大事になさるかという価値観によりますけど、僕なんかはスマホはですね、移動中にニュースを読むと移動中にメールをチェックすると。メールの返信は私できないですから、ね。まあ、できますよ、できますけど、ね、一言から二言しか言い入れられない、わけでして、全部 PC のあるところに行って返信をするようにしますけど、だからその二つとですね、あとは何やろ、電話だからいらんねん、ほとんどガラケーでもいいぐらいなんですよ。だからガラケーだとね、画面小さいからって、というかガラケーも今も売ってませんもんね。いやまあまあ何でもいいんですよ、だから変な話。
移動時間も長くないですからね、電車に乗ってるの5駅ですから 10分ちょっとなんでですね、あと待ち時間も入れたって1日に1時間も眺めてませんからね、スマホ、はい、まあそれはいいんですけどですね、Mac ですね、やや業績に限りが出てきました。その原因は中国というお話でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。